あらみなさんこんにちは、すいこでーす。それでは今回なんですけども、D 払い吉野家で20%還元、金曜日、土曜日、限定メルカリで D 払いで最大10%、最後はあの話題もということで、今回は D 払いのキャンペーンの話題について2つお伝えして、その後は D 払いや D ポイントに関するキャンペーンのまとめを簡単にだけお伝えします。そして最後はちょっと今日のニュースでも話題になったあの件についてもちょっとお話ししようかなと思います。それではまずはこちらから、 じゃんということで、吉野家 D 払いで D ポイント20%還元キャンペーンということですね。いやー、また D 払いさんがやってくれました。まあ、先日もですね、ローソンとかファミマの D ポイントのキャンペーンも結構大きく取り上げていたんですが、今回は吉野家と D 払いのコラボキャンペーンとなっています。 で、このキャンペーンの期間ですが、本日の1月の31日からスタートしていまして、2月の29日までの約1ヶ月間のキャンペーンとなってます。いや、これ普通に嬉しいですね。そして、D 払い、恒例のキャンペーンのエントリーが必須となってますので、先にとりあえず、とりあえずエントリーだけしてみましょう。次に、このキャンペーンの付与上限ですが、1000ポイントまでとなっています。 なので、まあ5000円分決済したら上限に達するということになりますね。ちなみに牛丼の並盛りが税込み387円なので、まあ、ちょっと少しオーバーして約13回ぐらい食べれるんじゃないかなっていう計算になりますね。まあ、計算間違ってたらご指摘ください。そして今回気をつけてほしいのは、こちらの対象店舗ですね。まあ、今出てるこれらの対象外のお店となっています。 で、この、これ以外のお店であれば、まあ、D 払いで決済したら D ポイントの20%の還元を受けることができます。ちなみに対象外の店舗をですね、少し見てみると、一部の空港とか、協定場、あとは JR の駅とかにある吉野家が結構対象外だなっていう感じですね。なので、ま、ご自身が利用している店舗が対象店舗、もしくは対象外の店舗になってないか、公式ページで必ずチェックしておいてください。 で、残りの細かい注意点ですね。まず D ポイントで支払った金額分は対象外となります。そして、あと D 払いの ID での支払いも、これも対象外となりますので、しっかりとコード決済、まあバーコードを出して D 払いで決済するようにお願いします。そして、今回も申請されるポイントっていうのは D ポイントの期間用途限定。そして、申請される日にちなんですけども、2020年の3月末以降となってます。結構この3月以降、末以降って本当なんかこう D ポイント とのこれれまでででののキャンンペーンとかか付与されるものがかなり多いですよねちなみに、吉野家ですが、夜割りで定食全品10%オフのキャンペーンも開催されてます。これは1月の29日から2月の18日の23時までということですので、まあこれのキャンペーンと今回の D 払い組み合わせてもいいと思いますし、あとはスマートニュースのアプリでもたまに割引のクーポンとか、あとはこうテイクアウトのクーポンとかも出たりするので、まあ、それとうまく併用しながら使ってみるのもいいと思います。 そして、もちろん、吉野家では T カード、もしくはモバイル T カードも貯めることもできるので、しっかりとお会見の前にこの提示を忘れないようにしましょう。以上が D 払いと吉野家のキャンペーンについてでした。次はこちら。じゃんということで、2月 D 曜日限定 D 払い利用にて D ポイント新定キャンペーンということで、これはメルカリを使っている方であればちょっと嬉しいキャンペーンじゃないかなと思います。 まあ普段ですね、D ポイントのキャンペーンで、毎週お得な D 曜日という、毎週金曜日と土曜にキャンペーンが開催されてます。 まあこれネットのまあお買い物によるんですけどもまあ通常は D ポイントが必ず2%の還元がされるプラスまあ最大5%とかになってるんですけどもそれが今回2月に D 払いでメルカリでお買い物をしたら通常の D ポイントが加算されてプラス7%これ必ずされるということそして最大でも10%分がプレゼントされるということになっておりますでキャンペーンの期間は2月の1日から2月の29日までのキャンペーンもちろん D 払いのキャンペーンなのでエントリーが専用ページで必須となっております。 ちなみに先ほどお伝えした最大10%の還元を受けるためにはどうすればいいかというところなんですけども、買い回りというものが今回必要となっています。まあメルカリを含む D 払いでネット決済対応のサイト3箇所で1決済あたり税込み3000円以上のお買い物、これが対象となります。それを全部クリアしたら最大の10%を受けることができます。ちなみにまあ1サイトだけでも必ずまあ7%の還元はされると ということなのでででそそれはそれは結構お得ですねちなみにこの買い回りする際についてなんですけども、d 払いでネット決済可能な、まあ、ほんの一例なんですが、メルカリ以外にも無印良品とかカルディとか、僕はたまにここに、まあ、ちょっと右側の方にあるサンプル百貨店、ここら辺も結構個人的には利用します。あとは、ま、左上にアマゾンと出てるんですけども、これはドコモ回線の方のみとなっています。 あとは ABC マートとかバイマとかショップリストなど、本当このアパレルとかまあそういった食品もそうなんですけども、かなりジャンルは幅広く、まあ、D 払いで決済することもできます。 一応今月の、まあ、今回のこのキャンペーン、2月の D 曜日限定メルカリプラス5%対象日ということなんですけども、まあ、この今出てる通り2月の1日以外にも7日、8日、14日、15日、21日、22、28、29日となっていますので、まあ、この日を狙ってうまく還元を受けるのもいいんじゃないかなと思います。 それではこれまで発表された D 払い、そして D ポイントのキャンペーンについてざっと出しますとこんな感じですね。まあ、控えめに言って結構えぐいですよね。まあちょっと日程に関しては僕の日曜日のまとめ動画でも結構出してるので、あえてここにはまあそんなに詳細は載せてはないんですけども、 これはもう D ポイントを貯めてる方からすると結構嬉しいキャンペーンじゃないかなと思います。ちなみに、まあ一番左上にもあるドラッグストアと D 払いのキャンペーンは2月の2日で終了してしまいますが、その他にもランチの10%、そして生活応援キャンペーン10%、今回お伝えした20%の吉野家のキャンペーンで、今も開催中の ファインマのまあ40倍。今度開催されるローソンで20倍。そしてそこに合わせ技ができるのが B 払い、コンビニの10%還元のキャンペーンですね。まあ、あとは先ほどお伝えした d 曜日のメルカリという感じでしょうか。まあちょっと と、キャンペーンは落ち着くんじゃないかなっていう風に勝手に思ってたんですけど、ここに来て、ガンガンドコモさんは出してくれて、本当に、まあ、位ユーザーとして本当に嬉しい限りだなと思います。まあ、ぜひですね、まだエントリーが、まだのキャンペーンがあれば、下の概要欄に、まあ、リンク貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。一部動画で解説してるキャンペーンなどもあったりするので、まあ、そちらもですね、まあ、あの、僕のどこかに、まあ、チャンネルのどこかに動画がありますので、ぜひそちらも参考にしてみるといいと思います。 ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。ま、今回の D 払いの話題とは外れてしまいますが、やっぱり今日大きなニュースといえば、ビザ、LINEPay カードですよね。まあ、ネットのニュースの記事によると、あの審判会社で有名な おりことの提携が解消されたということがあって で、まあちょっと一旦なんかこう一瞬その記事を見る限りは、ビザラインペイ、まあクレジットカードについてはまあ話がなくなったんじゃないかなという風に勝手に思ってたんですよね。で、まあそれに対してというわけではなくて、普通にその公式ページ、ラインのそのプレスリリースみたいなところがあったので、まあ、そこのページを見る限りは、そのビザラインペイクレジットカード実現に向けて、 取り組みを準備して参りますとの記載があったので、まあその完全になくなった、この話は完全になくなったという感じではなさそうだなというふうに勝手ながら思いました。 いや、この話が、そのま、おりことの話がなくなったというのはかなりま、あ痛いっていうのはあるかもしれないんですけども、これはあの、先日あった Yahoo と LINE のその提携とも関係してるんかなーとか、ちょっとなんか、全然僕わかんないんですよね、それに関しては。なんかその、予想しても、なんでこうなっちゃったんだろうみたいな。ほんとね、あれだけこう、サービスの、ま、詳細明かしてた限り、 あたか明かしてたっていうのもあったので、まあその還元率とか年会費とか、まあだって3%っていう風にちょっと歌ってたので、ちょっとこのクレジットカード面白そうだなっていう風にやっぱなってましたもんね。というか、結構僕もこの動画を配信する上で、結構話題には取り上げてたんですよね。しかも、今年に出した1月1日の動画にも還元率とかもある程度出してるので、あとあの何でしたっけ、東京オリンピックデザインみたいな <laughs>。あれあれで結構かっこよかったですもんね。本当にもうあれもなくなった あっっったのかななとといいうう風風ににちょんははてるとこではありますまあ僕としたらまあこのこれについてはですね本当に l i n e p e は今はそんなに活躍はそんなに活躍する機会っていうのはあまり多くはないんですけども l i n e p e にはぜひね頑張ってほしいなっていう風に思っていますまあやっぱりこうね l i n e p e 大好きなユーザーの方もかなり多いとは思うので l i n e p e あとはあの JCB の プリペイドカードとか、まあそういったのを踏まえてもうまく LINE を使われる方多いと思うので、まだかなり心待ちにされている方も多いんじゃないかなと思います。ぜひですね、まあこれに今回に関することなど思うことがあれば、下のコメント欄にでも書いていただければと思います。ということで本日はありがとうございました。